おはようございます。 Good morning people。 はい、ということでネイチャーギャングサミヘイでございます。本日はですね、気温がマイナス1度、スーパー寒いでございます。かなりサミヘイでございますね。はい、今日ですね、トーナさんが違うところから行って、シムケンがちょっと寝坊ということで後から合流でございます。我々ネイチャーギャング、今私ソロですけど、今年おそらく最後の出勤になるかと思います。はい、ということで今日はちょっと久々のちょっとリハビリなんですけど、私も非常に本業の方が忙しくてですね、はい、サップフィッシングできておりませんが、今日は最後にちょっとなんかね釣り上げたいですね。2022年、サミヘイ最後のフィッシュは何になるのか、ちょっとなんかいい魚をお届けできたらと思います。はい、ということで早速私出勤でございます。はい、出勤。はい、ということで中心会にやってまいりました。さあちょっとね、朝晩全く釣れなかったんで、朝反応すらなかったから、ちょっと中心会で何か起きんじゃないかと、はい、思いまして、これはですねマックス、250g までだったかな。でスロージギングの XSPC63 の 3MA だから3番になるんですかね、これはね。糸が全部ちょっと糸が足りないです、これ。中心会はね、やっぱね疲れるんで、手巻きはなんといってもね、一回あげるのにもうサメなんか釣った時はもうやばかったですけど、お、やっと止まったんじゃないか。怪しい当たりありましたよ。どのレンジにいるかわからない。おおお、当たりが。はい、気づいたら流されて 300m 付近ぐらいまでいましたね。また一度 250m ぐらいまで戻ってきてですね、前に釣った魚の皮をちょっとつけてみて、ジグにこれで反応があるかないか。もうこれで反応がなければもうダメですね、今日の中心会は。魚はいないのかこれって思うぐらい当たりが一回もありません。もう風が止まりました。ちょっと風があったから大変だったんですけど、中心会はもうほんと1頭落ちるまでに、約5、6分はかかるんじゃないですか多分。さあ風が止まってすごい釣りがやりやすくなっておりますが、でも流れはあります、すごい流れてます。まだつきませんか。まあここ250やって最後200やってもう浅場でって感じです。よし、ついた。
お、ヒットか。これはヒットなのか。当たってきたぞ。やっぱ餌で。ただちょっとまだ食ってた状態みたいなので焦ってちょっと這わしてしまいました。今日初のちゃんとした当たりがあったんでね。いやー当たりない。しかし富士山綺麗です。富士山見えますか皆さん。富士山ナイス、ナイス富士でございます。しかし釣果は全くナットナイス。なんか当たり、おおお、食ったか。食いました。あれ、よし、ヒットです。これはヒットですよ。すごいちっちゃいですね。でも一応乗りましたね。よかった。今年初坊主は逃れたようです。あ、初な、何でやる。今年は最後坊主逃れました。全く引かないですけど、まあ、今回はついております。確実についております、魚が。はい、まあ、のどくろの可能性はだいぶ低いかと思われます。 0.2% ぐらいですかね。カモンファイティン。さあ、そろそろ、さあ、我が家の食卓にファイナリーゲットワンフィッシュ。なになになに、ぶち上がる系、それとも、お、そろそろ来るぞ。なんだ、なんだこの魚は。ん、うぜすげえうぜこういう結果だったか。皆さん、ああバレた、バレました。バレたけど、ちょっと一応すくってみますかね。はい、皆さん、わかります？釣れたんですけど、ちょっと今ちょうどバーンってバレて、こいつです正体。ちょっと一回すくうだけすくってみましょう。はい、もう弱ってたので正体は分かりますか皆さん。これ正体、オチギスです。オキギスだ、間違えた。あー、みかんでも食いながら気長にって感じですかね。これはでかいぞここで来たぞ、なんか当たってきたぞ、いきなり来たぞ。いやー、なんだろうこの魚、重いよ。でもすごい勢いでブワーって今行ったんで、 Oh shit, this is pretty heavy, heavy, heavy、 悪くない heavy, man。 Yo shit、さあ何が来んのか。これは釣れがかりで重いのか。よし、そろそろ来るぞこれ。
なんだ君の正体は、なんだ。おお、やべえ、もう僕はやったー、スーパーやった、これはやばい。いやー、マジ、おー、きたー、やった、これはいい締めです。皆さん、こんなとこにいました。見えますか、これ、やば。いや、すげえ引きだった。やったー、ノドクロ来たー、ここでボンボン、激嬉しい。見ます、見ますか、やべえの来たっすよ。もうもう良いお年をでいいかなみたいな。これ若者ちゃん。しかも結構いいサイズ。もろここ、ジグにさ、なんか前釣った魚の皮つけて、うーんつってバーンってきて、これはこれ重いぞと思って、いいサイズ、すげえいいサイズ。あ、やべえな。結構びっくりして、俺も何が上がってくんだろうなんて思ったら、いやー、おめでとう、ありがとうございます。やべえよ、びっくりした今。しかもそこじゃなくて5メートルぐらい上だと思う。マジっすか。なんかこう、そこから何回かしゃくって何も来ねえから、何回かこうしゃくってまた上にして5メートルぐらいのところにこれバカーンって来て、うわ、なんかヒットしたぞとかって、これが重いんじゃないですかなんつって、なんか重いぞこれつって、これはさっき落ちギスつって、おきギスか、おきギスつって、うぜえこれで終わりたくねえとか思って、結構 300m 付近ぐらいまでやってたんだけど何もヒットしなくて、まさかの今ここの 150m ラインで。はい、ということでお疲れ様でした。はい、途中から合流して、はい、我々は今日はいつもの我々のホームでやったんですけどね、はい、トーナさんは違う、はい、違うスポットで今日やってるみたいですけど、はい、はい、ちょっと聴歌の方はね、はい、どうなってるかちょっと後々ですけど、はい、はい、今日私最後に、私はやりましたよ、さすがですよね、本当に年内最後の我々サップフィッシング、はい、はい、今年も、たくさんのご視聴ありがとうございます。ありがとうございます、2022年私素敵な締めくくりでございます。いいな、やりましょう。でかいっすよこれ。いや、これはでかい。ちょっと、いちまでも見たことないっすね。これ、俺今までで過去一ですね。はい、なんと。これ、楽天を取り寄せなら8000、いや、もうちょいですか。おー。私、あれですよ、はい、今年、サメで始まり。はい。確かに、はい。私、サメで始まり、はい、素敵な締めでございます。はい、皆さん、これはもう、私から言わせてもらうと。良いお年を、はい、良いお年をフィッシングでした。あ、でも赤いのね、一応ね、あ、赤いの、ちょっと見してください、見してください、長さ、長さ、おー、いやー、美味しいじゃないですか、これも、まあ、美味しいんですけど、ですけど、やべえこいつ、そして私はサメに終わるっていう、あはい、何だ、何か釣れたぞ、ちょっとサイズあるぞ、やった、ポーズがなくなった、よいしょ、いやー嬉しい、え、サメ、嘘でしょ、サメだ、怖い、いやどうしよう、こんな浅いとこに、いやー、はい、見て、怖い、入ったけど、これ、
何ザメこれ、目が見えてねえよ、でっけえ。なるほど、はいはい、ということで2022年こんな形で終わりでございますけど、皆さん2023年も何卒よろしくお願いします。それではネイチャーギャングも引き続きよろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。